みんな金髪カミツレと黒髪カミツレどっちが好き？今回こればかりはちょっと少しばかしレベル上げないときついんじゃないか。勝てるビジョン見えない。怖い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 。オッケー、いけるな。やっぱ諦めなければいけるんだよお前、余裕で。ドリューズ以外何やってくるかわかんねえな。救助救助。はい、真の渡るとは渡るの意志を真に引き継いでるのは僕だったようですね、どうやら。 PWT 来た。ポケモンワールドトーナメント、もうやってんのこれ。神施設、これ歴代の建物の中で一番の神施設じゃないこれ。繁盛ともやるのかな。繁盛どうせ予選とかで負けるから。はあ、はあははあ、はこれ初手繁盛じゃねえかよ。アクロマさりげなく参加してんだけど、自分に自分が信じられる世界中の股にかける繁盛選手。おい、話しかけない。おい、めめ写真撮ってんじゃねえぞ、殺すぞ。おい、あっ、よブス、今日こそお前これ公開プレイしてるかよ。あ、ぶっ殺してやっから見とけよ。鍛えてきてんだよお前のためにさ。チャオブって知ってる？焼き豚よ、俺の最高のメス豚見せてやるぜ。目立ってんだよな。悪いけど俺のチャオブ防御3積みだからよ。お前のハーコムニちゃん倒。なんでレベル低いハンドレベル低い、ハンドのレベル低くねえなんか。弱っ、急所でこれどうしたの。ポケモンする時間なくなったんじゃない、うん、スプラとディエマで忙しすぎて。うわ、でもなんかとことん目立ってきてる とことん俺みたいな編成してるよ。でも弱っ、すげえ気持ち悪いポケモン連れてんだけど。なんか25統一なんだ。うわっ、ずるした、一丁前にずるした。うわっ、おい、ふざけんなよ、なんだよこの味方。おい、もう一回マコインクリング見よう。勝負0キル7です。うわっ、100キル0キル13です。おい、ハトボ回線落ちしてんじゃねえかよ、ふざけんなよ。おい、なんでこれで俺のレートがやらなきゃいけねえんだよ。ちょ、お前もう一回再戦させて。ちょ、回線売るわ、再戦だろ普通。なんでふざけんなよ。なんでみんなのレベル25に統一されてんのにさこっちのレベル25に統一されてないの。俺だけルール違反してない、真のルールブレーカー俺じゃん。アクロは強かったからな、だってあいつ鋼タイプ使ってくんだもん。ムーランド25レベル、これ改造、あ、改造きた、改造ムーランドきた。威嚇じゃない、これ急所狙い葉っぱがあった、言っていいですか自分。大体葉っぱがあったの軽く見て恩返しが最大威力になってるかどうか分かる。これは急所に当たんなかったらね。はあ、ははあ、葉っぱカッタータイプ1威力55、つまり 27.5、 まあ大体90いかないぐらい、85ぐらいの威力よりも恩返しの方がちょび入っていたんで、まあほぼ威力マックスまでいってんじゃない。最高威力103だから。ハム強い、レアコイルとか使ってくるね。いやでもレアコイルからもこっちに打点ないぜ。あ、てか鋼タイプケアで、あいつ連れてこなかった行名に地鳴らし覚えさせて、まあ覚えるか知らんけど連れてこなかったな。え、見えてるよね俺自分の配信。なんかさ、アカウントの確認とか言って YouTube 自分のアカウントログインできないんだけど。あ、違う、あ、違うな、これ変な、よくわかんない、チャンネル登録ゼロのアカウントでログインしてた。
変なのでログインしちゃった。え、これの上書きされたよね。チャンネル登録ゼロの MKR チャンネルが、え、今の23万人のやつ上書きしてないよね。おい、ライブページ戻れないんだけど。あ、気づいたらレアコイルできてる。しかもどっからお前ライブページ戻るんだよこれ。おい、レアコイル、しかもいや裏垢じゃないんだってこれ。ゲーム水入るときにブランドアカウントっていうのを作らなきゃいけなかったんだよ。いや意外とでもレベル差あるから、レベル差ある側はいいな。これが普段の俺のやられてる側の気持ちだぜ。だるすぎんだろお前。オッケー、戻ってきたわ。戻った戻った、配信ページ戻ってきたわ。あとろ、まあ、火力大したことないんで。何がさ、あのこれミラーショットって命中、え、外役すぎない。そういや俺の C4 もミラーショットで渡るの命中力下げてなんとかしようとしてたの。やばない。じゃあちょっと後ろいていないようなもんだぞこいつら。いけるかお前お前いけるかねえマジムカつくんだけど、頼む当ててくれ。よしよしよし、落として、え、減った。もう、もう、さんが誰かの声聞こえんな、ラップみたいなの流れてんな、繁盛がヤジ送ってんじゃない。え、よし、え、まだあるまだあるまだある。あ、落とした落とした落とした、リグレー。あ、え、リブレだったら、まずあくびれよ。メガドレイン封じられた。え、これメガドレインもうできないのこれ。あくびする、残りぎ、残りと、ど、待って呪い、いや虫の抵抗って、あ、鳴き声はカモンカモンカモン、ちょっと積みたいから、まず虫の抵抗で特殊下げる、眠る、特殊下げる、呪い積む、で次が多分あいつだから、ギアルだから、ギア操作メトで呪い積んで、で呪い積むためには、まずこいつの火力を下げたいから、ちょガンガン虫の抵抗で、ギリギリまで、ギリギリまで。いや、下げても結構食らうな。おお、お前、急所だろ、これ。全てをダメにしやがる、ギアルだしよ。あくびの奇跡見せてくれ。なんかどんぐらいこれ、回復封じて永遠ですか。消えた、ここか。メガドレインでチューチューするしかないよこうなったら。あれ死ぬこれ、もう死んだ。え、これどうなんの負けたら。あ、あ、ごめんおい、なんか繁盛のラップあれだ、俺の裏でなんか海外のビデオカメラのレビューみたいなの流れたわ。試合終わってもな雰囲気と合いすぎかよ。BGM でなんかラップみたいなの入ってるのかと思った。これ進む？はあ受けたことになってない
いや、あれ、わかんねえ。いけるか、ボルちゃんで。いや、そもそもお前耐える、もしかして。あ、そもそも耐えた。よし、動いた。ほんまにお前は。いや、これ一番だるいわ、PWT。初戦からやらされるのだるすぎる。しかもアイテム使えないし。およ、ザコどもが。俺、おお、敗北者の会集まってきた。MKR 敗北者の会。傷の名前だな、かわいそうに。あ、追いかけるぞ、向け。お前もついてきてくれ。お願いなさい。プラズマ弾追っかけてばっかだな、繁盛。あ、そういや、なんかあいつ妹のチョロ猫を探してたのか。やけに食いつくなと思った。同族嫌悪かと思ったけど、その犯罪集団としてのさ、犯罪者の血が騒いでるのかと思ったら、一応妹のチョロ猫を探すっていう大義名分はあるのか。できれば風呂のために石住まいとか行名とあいつラクシーヌ育てたいんだけど、一回ペンドラーに進化させて転がるを覚えさせるのもあり。このイベントこんな早かったかって言っても、もう5番目だもんな。これで全員か。もっと、そう。繁盛毎繁盛すんのきついわ。なんかソウルシルバーの時の繁盛の出番具合がちょうどよかったのにさ、BWH の繁盛の出番多すぎてさ、もう繁盛になれない、これ以上。歴代のさ、下っ端 BGM の中で一番かっこよくない、プラズマダウン。もっとなんかさ、下っ端感ある BGM、 すごいかませしゅうある BGM。 強いなお前。繁盛とのタッグも金剣でいこう。これ進化するぞお前ら。やべやべ、おい、ちょ、スーパーチャクチ、あ、叶えた着地。おい、なんだよこのスペシャル。ちょ、MK 早く助けてくれ。味方、味方どこだ、早く助けてくれ。新自慢、おい、塗り状況最悪じゃねえか。おい、やっと来た味方。おい、前出んな、前出んな、下がってろ。あ、着地、うわ、待って、着地さ、叶われた。なんだよこのスペシャル。ちょ、分かった、炎舞を積んでくわ、炎舞を。行くぜ MK、 行くぜ。ポイゼンつけるからよ。ビーコン止め。おい、何よお前方のビーコン壊さん。おい、沼じゃんやめろよ。じゃあ俺が前線でエイト買うから、エロキ後ろで守っといてくれよ。行くぜ。おい、行って、クソ、吐いて。あ、防御積んでやがる、ラグくれ。うわー、ちょっと、やる、頼む、誰、弱えよあいつ。エロキラッキー、危ねえ。バカちゃん、俺が前線でリスキルしてくっから、出てきたやつは俺に任せ。うわ、外した、なんだよこの武器。50ダメ引いたわ。誰守れんかった、すまん。うわ、もう落とせよ。痛えけどまだ大丈夫なんだよな。じゃあラグくれ相手。じゃあもう当てろよ繁盛。繁盛当てろ、早く全部外す。じゃあこれまずい。じゃあレベルアップして金木が殺されるのが一番まずい。こ、変えたい。ヘイト待ってくれ。最低最悪の事態。かけら使うか、これ。かけら、死なないで、ラッタ、ラッタ死なないで、ラッタ死なないで、お前ならドック耐えれるよ。よしよしよし、行こう。経験値欲しい人だーれ。うーん、岩柱で、ここをかけら使って学習装置でポポポポンでしょ。ラッタ毒で死ぬからな、繁盛。あと繁盛の HP 見てなかった。繁盛死んだぞ。あいつ2匹もおる、まだいるか。あ、繁盛経験値もらえず。来た。おい、気持ち悪いの出すな。プラズマリゲートを守れない。来た。
やっとだー、このハマる以外の戦力。これ相当強いだろこいつ。金危険覚醒、教えてよ。バトンタッチだと今はいらんか、これバトンタッチクソ重要そうだけど、またなんか積んだ時に思い出しで、積み技をそもそも他に覚えてないし忘れさせれる技がないから。あれ、ハードローラーは誰？七賢者だっけこれ。老人になるまで童貞を卒業できなかった奴らの末路。あ、来た、ダークトリニティ。こいつらも意味わかんないよな。 BW2 そう思うと全部謎のまま終わったな。あ、もうちょいレベル上がらないと無理なんだ。39遠いな。まあでもそこまで強くないでしょあの技。75、50、62ちょっとあいつと比べたい。はあ、はあははあ、素早さちょい早め、まあ、全体的に似てんな、ステルスもこいつね。ハートの録音重要だぞ。あ、そっか、メガホーン虫食い消せばいいのか。メガホーンってやばくない？俺の虫タイプ縛りで初めてじゃない？メガホーンゲットしたの。前回メガホーンなんてゲットしたのマジで、え、ユタポンメガホーン使ってたっけ？後半の後半使ってたか。チェレンチェレーン。なんだっけ、こう敷地下のとこだっけ、季節観察員。影目タウンの近く。マイナス50。あー、キュレムか。そうか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 。本当は俺水族館縛りしたいんだよな。けど水タイプ強いんだよな。水タイプって全タイプの中で1位2位を争う強さだと思うんだけど、なんであんな優秀なポケモンしかおらんの。さあ来たぜ新しい街。まあ俺の中でのやっぱ三大女優は竹内アナ、南明奈、矢口真理で、南明奈が最近始めたから。でもその万全の状態の南明奈しか見たくないんで、そのオフ、なんかあれなんだ、好きであればあるほど南明奈の裏側を知りたいとかさ。え、マスターボール、こんな早い段階もあるのこれ。きたー。俺さ思ったんだけどさ、これ本当にされたら見ちゃうわっていう、これされたら革命になるなって思ってるのが、 VTuber をさの技術があるならさ、例えばさこのフーロとかをさの声優さん、フーロの声優さんにさフーロの側つけてさ公式でやってくれたら、もう著作権もクソもないじゃん。それでさ飛行統一とかやってくれたらさ、もういやもうあれ中身全部さいいから、他になんかプロとかに任せとけば。台本とか作ってねえ、それこそさフェイトとかもさ、フェイトゴーのガチャとかをさセイバーとかが回したら、ほんともう神様なんだけど、なんでやってくれねえんだろうな。やる必要ない、やらずとも儲けれてるからあれなんだろうけど。え、書店何かだっけ教えて。書店なんだっけ、書店無道だっけ。てかまあ誰書店でも関係ねえか。まず一住まいでステロ巻かなきゃいけないんだから。褐色ムチムチぶっ飛びガールとかいう全ての変態の性癖を詰め込んだ地上が来るぜ、地上が。うふ、お待ちしておりました。あなたは風にも負けないタフなトレーナーなのね。なんだか期待しちゃいます。こんな口調なんだ。じゃあね、今度は私ともっと楽しいことしましょう。狙いすぎだって。うんえ、あ、かわいい。やってる当時あんま褐色って分かんなかったな。ポーズもエロいよなこれ。初手心盛りか、詰めねえな。じゃあ
ヤドカリでステロマック。そういうことしてくる。さすが。これまだ行名生き返す価値あり。死ね、エグステルが。お前はゲイボルグの名前に改名するまでだったら捨て駒だ。ハートスタンプって何これ、エスパードだよね。チューマリはこいつキッツ。メス同士だからメロメロしてくれねえ。さっきのダメージを見るにエアスラだったら耐えるから、エレキネットだな。やっぱりハードスタンプだったら絶対耐える。オッケー、ひるまない。エレキネット偉い。え、ナイス急所。しかもあ、この急所神だ。これさっきこの状態で抜かれてたんだけど、まだ1段階ダウンで、ここら辺ですごい傷薬使ってくるから、で2回こっちのエレキネットが入ってエレキボールの火力上がる、かつ、いや一応あれにしとくか。あ、そんぐらいだよね。え、だったらエレキボールで多分落とせんから、ボルチェンで。お前2か。おい、バジル早くないのこいつ。2段階ダウンでも抜かれるのか。それは知らんよ。金危険。あなたがどう攻めてくるのか。ここをこうしてこう攻めるんですよ。先っちょだけでいいよね。鼻の勝って、お前めんどくせえからもう転がるか。命中不安なんだよな。いや、これメガホーンしかないか。よかった、ってくれた。エアームドア、まあいないことにかける。とりあえず座んなから来んのか。忍者ら、まあ、行名役割ないんで。え、待って、でもさ耐えなくね、スワンナのなんか攻撃。何来ても耐えない気がするんだけど。ハートスタンプであんだけ消し飛ぶんだぜ、バチル。かけら使いいの。ナイス行名。え、待って、行名今日頑張ってる本当に。ステータスと技がいい技ない代わりに頑張って、この特性と自分にしかできないことを存分に発揮してるわ。マルコロするんだろ。ちょっと待って、マルコロできるやつがおらん。おい、アクロバット使ってくんじゃねえのかよこいつ。全然特殊なんですけど。気配ゼロよアクロバットの。まあ見とけって、耐えてやっから。バブルなら耐える、バブルなら耐える。ほらお前もうフーロちゃん誘ってんぜ俺のこと。え、スワンナ突破したらいけないか。いや、エアームドがどういう方かにある。惜しいけど、おぼんぬこれ、おぼんぬか。え、けどこれはいける。早すぎるみんな。うわ、カネケンさんいけます。このハマルの葉っぱカッターの方がいいか。さよなら。彼がエリートだった時代もあったんですよね。で、ここはまだメガホンで当てる。いや、あるぞ全然。だってまだお前ら忘れてないか。お前ら俺の真の来たぞ、エアムド。ここよ大事なの。ここで忍者だよ。
俺の真のリーサルウェポンも忘れてないか。ネバーギブアップです。え、こいつ最後てか、あ、待って、あれ4体いなかった。エアームとか最後か。エアームとのエアカッターごときじゃ死にません。あくび入った。エアカッターかというか、っていうかエアカッターか、エアカッターか。ここ任せてください。勝ちますとの一発でね。急所当たったら殺す。アクロバットあったら撃ってきてるはずでしょ。え、いやすごい気づくし使いたいけどラスト1個だもんな。 OK。 これ丸殺した方が火力出るか。普通になぜな違う、マルコロにとらわれすぎだ俺。まだかけら2個あるだろ。え、これ楽しいのでしょ、どう考えても。エアームだと物理で叩こうとしちゃダメ。うわぁ、なんかいや、上取られてもアクロバットさえなければでしょ。すごきず、急所だけやめて。よし、転がっていいか。もう転がるわ。ちょっとでも削ろう。なんか物理だと思ったんだけど、高速移動のせいで相手の方が、いや防御上がった。どうだこれ。え、どうだこれ。二角、いや急所だけ、いや間違いなくエアカッターってきてるけど、虫の鉄鋼であれだから、いやボールチェーンでいいよね。高速移動つんだからエレキネットしても抜けないもんね。いってお前その急所ですよね。その急所はダメだろ。待って、かけらが、あ、かけらあと1個か。 あと1個なんだかけら。あ、もう終わりだ。誰かいないの、この状況打破できるやつ。このハマル無理、業務無理、金木無理、鋼の翼外す可能性 10%。 え、急所じゃなかったらこれいけてただろ。防御力上がってるからもう金木無理だろ。忍者ら無理。あ、無理だ。あ、無理だ。あ、無理だ。もう。あ、避けるしかない。あ、避けるしかなかった。あ、死んだ。ふざけんなよ、マジで。おい、一回目であんなうまくいったのに、今の流れでいける気しないんだけど。待って、アクロバット持ってんですけど。は？え、アクロバット持ってんだけど。終わりじゃん、そんなことし始めたら。あれ、規約違反。ダメだよそれは。それダメだよ。あ、もうメロメロすらしなくなっちゃった。痛い。どうすんの、ドキドキしちゃう。そんなこと言ってたんだ。このポケモンが一番強くない。さっきそうか、エレキネット急所入ったのか、で2回下げたのか、それでもゴミっていう悲しさよ。あ、可能性
金危険。金危険。無理だよこれは。これ無理だよこれ。え？アクロバット聞いてないんですけど。ラクシーヌの性別変えてオスにして、ね、恩返しで心もね落とせると。ん？あれ？あ、つえアクロバット。無理だこれ、無理だこれ。ちょ、ゴツメめんどい、めんどいというかもう今いるメンツで勝たないと意味ない。今いるアイテムとメンツで勝たなきゃそれは勝利じゃない。妥協だからそれ。プロアクションリプレイだよね俺そういうこと。痛い。なんか5つ目欲しくね。取り行こうかな。5つ目欲しくなってたよ。忍者らたちがかわいそうだよこんな扱い。夢のラクシーのルート行こう俺。ちょ、ハートスタンプ、なんか急にさ打ってくるようになったなお前。あ、オッケー、それそれ。急にさっきまでさアクロバット男になったからさ、クロバットになり損ねた豚が。なんでこんな絶妙なの削り値。あ、まあ一応でもあれか、これ死ぬぐらいだったら誰か復活させて死んだ方がいいわ。どうせ上取られてんだし。あ、新しい技来た。ダメ押し。一応行名捨ての金木でいける。ここ金木はリスキー。行名金木でいける。尻尾とか見てみ、これみんな化け物だぜ。アクロ、でこれ回復使わない。よしよしよし。でメガホンを当てるだけ。一回エレキに入ってるんで頼むぞお前金木。さっきお前ここで外したからな、こういう重要な場面で。頼むぞ、当てる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 。おきし、いやこれでまだあるぞチャンス。さっきよりも生存人数多い。しかも金木のレベルは上がっていくと。ちょ、剥がれるから出してくれ、剥がれる。あ、忍者の上がった。うん、どうでもいい。剥がれるから出してきてくれよ。2人死にの、バチュルマックスイキーの、ムリーノじゃん、もうそれ、そのルートでも。戦闘用アイテムなんか持ってないの俺。ポケジャラシって何これ。ふざけんなよ。クリティカクト、でもさっきさっき忍者のあれ入った末に、虫の抵抗入った末にあれだったからな。一戦目どんだけ孤島がよく運んでたんだあれ。マスターボールごまかせないかな、捕まらなくていいから。対面拒否させてくれよ。ペンドラー角一きつい。ペンドラーやつらで角一取れんの笑えないわ。そんでそれは笑えないわ。ボルチェン急所勝ち筋。おっ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 。ある。いやでも、いや
外すなこれ、次だったら外してほしかったの。このターン死ぬから、あ、違うわ違う違う、そう、いいいいいい、かけらまだ1個だけ残ってるから、ここで超重要、これ誰創生するか。エクスカリバーはまずない、まずゼロ、陽明もゼロ、忍者ラエアスラで死ぬ、回復あと1個で回復は楽シーヌに使うって考えたら、結論誰選んでも変わらんっていうあれなんで、忍者ラで。まだあくびが、それは話が違うぞ。え、エアスラ2連外し、でも今外す、でもエアスラ当たってもいいよね、かけら使ったのに。あ、違う、すごい傷です、2個あるの、2個ある。いや、待って、忍者ら、これで耐えるぞ、エアムの攻撃一発。おい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 、忍者ら大正解じゃないか、これ。ひるむなよ、ひるむなよ、ちょ、ほんとにほんとにひるまないで、ほんと、マジで頼む、マジでひるむなよ、お前、ここ。はい、もうちょっと言わないで、言って、言ってない、ひるむ。え、かわいいよ、フーロタン、フーロタンかわいい。ギザかわいいっす。これギザかわいいっすな。で、相手が、エアームドに対してボルチェン連打でいいと思う、みんな。いや、え、エアームドに対してさ、エレキネットから素早さ抜いてエレキボールの方が行動回数1回増えるから、2角で死ぬならエレキボールでいいんだわ。2角で死ぬならボルチェンでいいんだわ。そもそもエアームドに対してエレキネット1回で素早さ勝てるかな。え、無理かな。まあ、ここはあくび、あくびあくび、とりあえず急所当たんないからこれ確定だい。 OKOKOK、ナイスシェルアーマー、素早さどうせ抜けない。いやでもスワンナ、ハコゴモリと違ってエアームドはそこまで速くないぞ。睡眠との勝負、2回寝たら勝てる。ボルチェンか、じゃあ。あ、バチルがそもそも遅いの、こいつ。デンチュラのせいで速いイメージだったんだけど。バチル遅い、ちょっと待って、スバスミティ。スバス46。46ってどんなもん？ 46 はひどいわ。4レベルしたのエクスカリバーと変わんねえもんだって。それはひどいわ。なんでそんな遅いんだよ。スバス以外何もなさそうな見た目してんのに。ボルチェンかじゃん。こう確定眠り半分入んねえだろうな。くぅ、あれ、ちょっと待って、忘れちゃった、使った、この時相手使った、これ傷薬使ってないならさ、エレキネットじゃね、ネットだよね、ここ。ちょ、ネット入れるわ、最速起き。いや、まだまだ、さっき急所だった、これ。オッケーオッケー、急所ない、急所ない。まあ、薬使いそうなダメージ出たぞ、なんか。え、どっちこれ使ったか使ってないか、まあ、でもボルチェンしかないよな、もう。ある、コーランス引いてくれ。いや、スピードアジア意味ない、あるけど意味ない。素早さ逆転とあれが両方できる、あれじゃないと意味ない。ここネットでしょ、ここネットだよな。急所かけるよりネット2段階下げ素早さ逆転の方が現実的だよな。ここネットいくわ。あ、抜いた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 、オッケーオッケーオッケー。エレゲート 1で抜けるじゃねえかよ、そもそも。おい、やっぱり。あ、プラマイゼロ、プラマイゼロになった。ただ相手の勝ち筋はもう急所に当てるしかないのだよ、こっちに。そうやせすと急所が出て弾悪かったんだよ、頼むぞ。おい、ほんとほんとほんと、おっしゃ。ギリ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 セーフ。
あ、唐突にマジ強くなったな今日相手。BW2 舐めてた俺。正直前回パート1の最初の参戦丸殺してるだけで終わったから余裕やろと思っとったけど、アイテムも全て使う。エアスラ2連外しだな。しかも今回広まなかったし、アクロバット誰か覚えないか、俺のパーティー。アクロバット覚えるやついないのこれ。お願いします。ゴミども、所詮虫けら。